さあ続きます。続いては名曲情熱の嵐、レオンコールお願いします。そして情熱の嵐聞いていただきました。もうとにかくね、秀樹さんはアップからもバラードまで本当に名曲がたくさんあるので、これからも大切に歌い継いでいけるように、精進していきたいと思います。さあ、僕実は歌手になる前はというか、学生時代は小学校から高校まで野球を一筋にやってました。地元は千葉県で、千葉英和高校というところで高校野球をやっていて、最高成績はベスト4、ただ甲子園には行くことができなかったんですね。そこから、実は父親が演歌歌手なんですね。でその父親の影響を受けて、大学時代にこの演歌歌謡曲の、勉強をたくさんして、で大学を卒業した2ヶ月後に、デビューをさせていただきました。なのでもうやっぱり芯はスポーツ、やっぱり野球なんですよね。今日は野外ですから、野外こそなんかホーム、もうこの汗の量見てください。皆さんの位置からでももう分かると思うんですけど、しかもこの衣装暑いんですよ。もうとにかく暑いんで、でもそんなの関係なしに、皆さんはね本当に倒れてはまずいので、お水飲みながら暑さ対策してゆっくりと楽しんでいただきたいなと思います。さあ続いては僕の4枚目のシングルから捕まえて今夜という曲をお届けしたいと思います。この曲なんですけれども、前作になるんですけど、皆さんご存知、名探偵コナンというアニメご存知ですよね。名探偵コナンの犯人の半沢さんという作品の、実は捕まえて今夜オープニング主題歌を担当させていただきまして、本当にやっぱり演歌歌謡曲というジャンルなんですけど、そこの枠を超えたいという思いでずっとやってますから、このコナンとのコラボというのは僕にとってもすごく大きな一歩になりました。そんな捕まえて今夜の今日はね、作詞をしてくださっている
アーシーさんという方がわざわざ会場まで来てくださってるんですよ。アーシーさんありがとうございます。今広島在住ということで、もう本当にアイドルから歌謡曲まで幅広く手掛けてらっしゃるアーシーさんね、本当に感謝の気持ちを込めてこの後も歌わせていただきたいなと思います。皆さん、この曲なんですけど、右手と左手を上下に合わせる簡単な振り付けがあります。もう右手と左手をこうやって上下に合わせる簡単な振りです。なので今日も広島、もう皆さんで一緒にやらせていただきたいなと思うんですね。なので一度ちょっと練習をしてみたいと思います。もう初めての方も僕を見て、もう簡単ですから行きます。せーの、ごめん、その一言で許されるなら、これだけです。できますよね、これだったらね、できますよね。もうぜひ皆さん一緒にやっていただきたいなと思います。それでは感謝の気持ちを込めてご一緒に参りましょう。名探偵コナン、犯人の半蔵さん、オープニング主題歌です。捕まえて今夜人の心はいつまでも優しさと美しさ抱いて、嘘つき上手になれやしない私の痩せた記憶を塗り替えたいと思う。言い訳もせずにただうなずく、下手な嘘の道じゃなくて、それのどこが正義だというのだろう。ごめん、その一言で許されるなら、見つけられて見つめられて見返されて、よく騙して騙されて、後ろの後ろまで行きましょう。悲しい過去など語るほど野暮じゃないのよ、軽々と乗り越えてきたわ。それでもどこかで過ちと知りながら作り笑いごまかしてきたの、かりそめの巡り合いと別れ、繰り返して振り返ればやがてそれも真実だと思えるの。ご一緒に、ごめん、その一言で許さないでよ、暗闇から明るいへと導いて、追い出して逃がされても愛おしい人よ、今夜こそは捕まえて、こう見たい Tonight。 バッチリバッチリ、
がとうございます。もう皆さんの窓吹きダンス最高でした。ありがとうございました。ぜひぜひ引き続き、もう僕にとって本当に大切なアーシーさんに書いていただいた一曲ですから、これから先も大切に大切に歌っていきたいなと思っております。この曲実は TikTok で結構こう皆さん踊ってくださいまして、その総再生数がなんと1億回を突破しました。捕まえて今夜窓拭きダンス。なのでね、ぜひ皆さん TikTok やってる方は窓拭きダンスまた投稿していただけたら嬉しいなと思っております。まあ、いずれにしてももう本当に今日は広島のイベントということで、なかなかね、来れてなかったし、昨日初めてリリースイベントを広島でやらせていただいて、今日はこのフラワーフェスティバル、今年を皮切りに本当に1年でもいっぱい来れる僕にとって大切な場所に、もうすでになってますけれども、もっともっとたくさんの思い出作れるようにこれからも精進していきたいと思います。どうぞこれからも新浜レオンよろしくお願いします。お願いします。さあ、デビューした年2019年の、まずは一つの目標だった第61回日本レコード大賞の新人賞をデビューした1年目に受賞させていただいて、さあこれから紅白レコ大の金賞を目指そうってなった時に、2年目から、まあ、コロナに入ってしまってね、なかなか全国の皆さんに会えない時間が続きました。なので今年がとにかく新浜レオンにとって勝負の1年です。必ず紅白歌合戦出てまたこのステージに戻ってこれるように頑張りたいと思います。なのでぜひ皆さん CD をいっぱい買ってください。お願いします。今日は CD を皆さんから見て左手もう山ほど持ってきてます。もうなのでこの後ね、僕も終わったらそのテントのところに行きますので、 CD をぜひ1枚でも1枚でももう3枚でも5枚でもいいんで、ぜひ買っていただければ、またその1枚1枚が必ず紅白につながってくると思うので、チェックしていただけたら嬉しいです。さあ、それではその紅白レコ大のステージに立つためにはヒット曲が必要なんですよ、やっぱりね。ヒット曲、昨年は日曜劇場の下克上球児という、野球のドラマで初めてこう演技に挑戦させていただいたりとか、バラエティ番組ね、いろいろさんま御殿とかプレバトとか出させてもらってるんですけど、でもやっぱり紅白出るためにはヒット曲がないとやっぱ出ることができないんですね。そんな今年の6枚目のシングルは作詞作曲所ジョージさん、そしてプロデュースはトンネルズの木梨憲武さんにしていただいた全てあげようという曲になりました。この曲がでも所さんと木梨さんに作っていただいたんですけど、まずきっかけは今日も放送ありました RCC さんでも放送になっている TBS ラジオ木梨の会という木梨憲武さんの朝6時からの、生放送のラジオがあるんですけども、そのラジオに昨年出させていただいて、そこから、秀樹さん風のそれこそ西城秀樹さんの歌を、木梨さんが、僕歌ってるのを知ってくださってたんで、じゃあ所さんにレオン君に秀樹さん風の曲を作ってというところから今回の新曲が生まれました。なので、遡ると全部つないでくださったのはここ広島ふるさとの西城秀樹さんなんですよ、本当に。なのでね、やっぱり今の自分があるのは西城秀樹さんのおかげですから、その秀樹さんの香りをこの曲からも感じていただけるように、そして何より秀樹さんへのリスペクトの気持ちを込めて歌っていきたいと思います。ぜひこの曲も皆さんレオンと言えるところがあるので、ちょっと一度もう練習ばっかりですいませんね、もう練習ばっかりなんですけど、一回練習してそのまま本番に行きたいと思います。いきます。この命もやそう君だけにあげよう、ここだけです。簡単ですよね。皆さんぜひもう暑さを吹き飛ばしたいその思いで歌いますので、レオンという声もう一回言ってみましょう。この命もやそう君だけにあげよう、もっと。この命もやそう君だけにあげよう、
いきましょう、すべて投げよしまうほどめくり上げた感動を初めて立ち尽くしてしまう輝き天使の羽ばたく風を感じて愛に刺された尽きてしまうまでこんな愛があることをあがく間も天使の前でひざまついてあなたの暖かく風を感じて愛に刺されたパフォーマンスを皆様ぜひご覧ください。